小さな文字が見づらい人をサポートするチャンネル。初めての沖縄旅行、沖縄の南部方面に行くなら絶対にここに行け。那覇市内のホテルから車で出発して南部の観光地を3カ所程度回り、那覇に戻ってくる6時間程度のコース。まず最初に訪れたのは沖縄ワールド文化王国玉泉洞。那覇から車で50分程度で着きます。中は広くて内容も多彩な観光施設で、一番の目玉は1日に4回実施されるエイサーショーです。このエイサーショーの開演時間に合わせて施設を回ることがポイントです。注意点はこの施設は回遊式になっていることです。施設の正面の入り口から出発すると最初は鍾乳洞見学になります。30分程度鍾乳洞を見学した後、外に出ていろいろな観光施設を見ながらさらに30分ほどゆっくり進みます。正面入り口からエイサー会場に着くまでに1時間以上余裕を見た方がいいでしょう。ここのエイサーショーの特徴は沖縄各地の芸能を一つにまとめて見られることです。八重山のお盆の行事の一つであるアンガマもここで見ることができます。他にも女性が大きなエイサー太鼓を振りかざす演目はここ以外では見ることはできません。少し褒めすぎですが、それくらい迫力と見応えがある舞台です。この施設で2から3時間は消費してしまう。2時間の滞在ではもったいないくらいの気持ちでいた方がいいでしょう。ここでエイサーショーの動画をお見せしたいところですが、ショーは撮影禁止となっているので見せることは叶いませんでした。駐車場は広く取られているので必ず駐車できます。次は二来金井橋に行きましょう。二来金井橋までは車で15分から20分くらいかかります。車は下に置いて1分から2分程度歩きます。二来金井とは海の彼方から幸せがやってくるという沖縄の伝承から付けられた名前です。この場所は沖縄本島の南部地区の東側で、近くにある目印としては沖縄刑務所が目の前です。刑務所の前を通過して1分ほどでここに至ります。
ニライカナイ橋から車で2分程度でカフェクルクマに着きます。この店は人気があるので昼時にはいつも混んでいます。訪問した日は日曜日の12時頃でした。本日の待ち時間は40分だそうです。だいたいこれくらいはいつでも待ちます。この場所で待ち続ける必要はなくて、携帯番号をお店の人に知らせてその辺りを自由に散策できます。カフェの経営母体は薬草の会社が本業です。社長は実直な人柄で有名です。カフェクルクマにしてもこうしたショップにしても真面目で実直な姿勢が伝わり、応援したくまります。お茶を買うことにしました。有名観光地にあるショップでペットボトルのお茶が108円ってどんだけ安いねん。カフェとニライカナイ橋までは車で2分程度しか離れていませんから、このカフェを最初に訪問して予約をしてからニライカナイ橋を見学してもいいでしょう。朝に送ってた。割と空いてるな。客単価は1500円前後でしょうか。外国人コックによるタイ料理がメインですが、それぞれの料理にボリュームがあり、リーズナブルな価格設定です。最近は数年前より辛さを抑えているようです。高台からの景色は何回来ても最高に清々しいです。南城市大島に移動しました。大島の向かいにあるもずくそばの店くんあとうからの眺め、このそば屋、先週も行ってきたのですが、もずくそばの美味しさがさらにバージョンアップしていました。海辺のテラス席がいいですね。この橋を渡れば大島です。時間があれば大島もぜひ立ち寄りたいところです。大島は沖縄天ぷらで有名な島で、代表的な天ぷら屋が3軒あります。今日は大島に入ったところにある人気の中本天ぷらには寄らずに、右に進んだところにある大城天ぷらに向かいます。
大城天ぷらに着きました。海沿いの天ぷら店はロケーションが抜群です。最近この天ぷら屋も人気があって今日は20分待ちでした。今日ご紹介した豪邸は大体6時間程度を見るといいですが、途中他にも魅力的な場所があるので、そうしたところに寄り道するともっと時間はかかってしまいます。では皆さん、楽しい沖縄旅行を送ってください。那覇市泊港に入港するフェリー座間味の様子。この動画は過去の動画の中から音声による説明をつけて再編集した動画です。最後までご視聴ありがとうございました。